字を使った先にあるのは目指せピクサーとか目指せハリウッドの VFX みたいな風潮がある中で、はい、やっぱり日本人は日本人らしい CG をもっと突き詰めればいいんじゃないのっていうような意味をちょっと強めに込めた結果カミカゼ動画だったんですけど、あの1カットだけ諦めちゃった部分があるんですよ。僕にしか分からないんですけど、あとでそれをこうプレゼンの時とかうちの代表作としてこう見る時にそのカットがやってくるとそわそわする妥協したものは死ぬまで続く、妥協するわって意味ではないんですよ。それは死ぬまで背負う覚悟はありますかっていうこのワードではありますね、うん、ちゃんと親孝行できて、満たされていて休みを取れて、はい、好きな作品漫画映画とか見れてっていうもので満たされた人が描くもの、満たされていくもの個性でアニメはどう変わるのかを見ていたいなっていうのが今考えているところではあります。